い可能性が高いだと思いますが、そのやっぱりこの若い世代にそのあのどうなど今からどうするすればいいか、どういうあの日本の将来を作りたいか、あのやっぱりこの方々のあの動きが非常に大切だと思うんですけれども、その皆さんはその若い方々にもう少しそのあの声を出せば、あるいはそのあの出している時指示すれば非常にいいだと思うんですけれども、あの日本の社会その文化はやっぱりあの上の方があの話し権利に先行くんですけれども、今からもっとその若い方々、女性方々にそのあの話す権利が私に必要があると思うんですけれども、あの若い方々頑張ってください。あの皆さん、ちょっと短い時間本当にありがとうございました。最後にちょっと思ったことが、まあ、2つほどあるんですけど、その1つはあの欧米とかはすごくその NPO とかいろんなそういう NPO じゃないあの普通のグラスルーツの集まりの人たちが若い人たち向けにいろんなトレーニングセッションとかをどんどんやるんですね。で僕もあの元々活動し始めたのがあの911の後アメリカが戦争に行く時にこれはやばいみたいなことを思って、でいろんな NPO にトレーニングしてもらって、ファシリテーションとかどうやって上手にオーガナイズするかで、いつもなんかそれはオファーみたいな、あのやってくだあのやりますから本当に興味があったらあの参加してくださいみたいな感じ でいろんな技術を身につけるうちに、なんか自分が持ってるいろんな違和感とか疑問をじゃあどうやって上手に社会を変えるためのエネルギーに変えるかっていうのを学んできて、でそれがなんか本当に日本では少ないなっていうの で日本で活動してるあの昔から活動してる皆さんはすっごく忙しくて、あのなんか本当に大変な思いでもういつも全てをやろうとしてるっていうのがあのしみじみと感じるんですけど、もうちょっとそこを上手にバランスして若者と一緒にどうやってあの次の世代、次の活動してくれる世代をあの育んでいくかっていうのをあのちょっと考えて本当にいきたいと思います。あと最後にあの楽しくやりましょう。長期戦なのであの疲れる活動はやめて、本当にもう楽しく、若い人たちも楽しければやってくるから、あの元気よく楽しくあのこれからあの本当にあの安全な社会を作っていきましょう。ありがとうございました。